あ、冷蔵庫に鶴おるから食べていいね。鶴みたいな。鶴なんか冷蔵庫おんの？お、鶴入ってるわみたいな。あ、すごいやんみたいな。はい、始まりました、フルファミチャンネルです。今回は旦那さんが奥様にドッキリと言いますか、冷蔵庫に鶴入ってんでみたいな。え、鶴みたいな。鶴のカット、リンゴのカットを、まあ、リンゴを使って鶴にしていきたいなと思います。それでは始めます。実はこの割り箸一膳で誰でも作れます。まずこちらリンゴ半分をちょっとずらします。1センチぐらいずらして切ってください。めっちゃ蜜入ってました。これがね、あの気温がぬくくなってくると茶褐色に腐敗してくるんで、蜜入りが楽しめるのは、まあ、今の時期が最後かなっていうふうに思います。ちょっとずらして切って、じゃじゃん、こんな感じで、まず割り箸を上下にリンゴを置いてください。中心部こう1センチずつぐらい割り箸に当たるまで切ってもらって、それに沿ってリンゴをカットしてください。右利きの人はこう危ないんで右向きにしてくださいね。こんな感じですね。じゃじゃん。もうこれで9割できましたっていうのは嘘なんですけど、まあ、半分以上もこれさえできれば頭簡単です。先ほどと同様にこれを割り箸に合わせてスライドしていくだけです。ズバッといかんといてください。ちょっと余らして、で今度は上から、こっち失敗したら嫌なんで丁寧にやっていきます。よし。で切ったらリンゴに戻していってください。で、はい、これでこれを作業を、で反対側も同様に切っていきます。で、さっき半分切ったリンゴなんですけど、これが芯が見えないぐらいのところをズボッとこう、こういうことですね。こっちだとどうしても見た目が悪いので芯が見えなくなったところを薄く1枚ズバッと切ります。で、さっきのリンゴのところにスワンの首から頭が入るようにちょっとだけ切り込みを入れます。ここが結構難しいです。くり抜きます。お、うまくいった。で、そうするとこれ中心部からちょっとずらしてこうします。スパッと、これがスワンの顔になりますね。ここが顔になります。でもこれと平行にズバッといってもらって、やっていただいたらこれをここに差し込みます。で、先ほど切った1枚ずつスライドさせていけば出来上がりです。で、まあこの辺ちょっとぶっさいかなと思ったらこんな感じでこうちょっとスマートにしてあげてください。どうですか、ちょっとスマートな音でしょ。じゃじゃーん。どうでしょう。あ、冷蔵庫に鶴おるから食べていいね。鶴みたいな。鶴なんか冷蔵庫おんの？お、鶴入ってるわみたいな。おお、すごいやんみたいな。これで家庭円満です。見たことはないと思うけどまあ一応こんな感じで結構簡単にできるんで、ぜひ皆さんもトライしてみてください。で、あと皆さんにお勧めしたいのが、
ご覧になっていただいて分かると思うんですけど、ちょっとねリンゴがこう切ったらちょっと黒ずんできたりすることがあると思うんですけど、リンゴジュースとかかけていただいたら酸化されるのが防がれます。別に茶色くなっても全く問題なく食べれるので、味は全く気にせず食べてください。あとリンゴジュースもったいないなという方はちょっと水に塩水をつけて一個ずつパッとこうやってさらしていただくと茶色くならないので、そういったこともぜひ試して、白い状態のままで冷蔵庫に隠してスワンがいるよと奥様にドッキリを仕掛けてください。で、今週の合言葉を集めてのプレゼントなんですけれども、よく登場してくれてる杉原米穀店さん、この花区唯一の五つ星マイスターのお米屋さんなんですけれども、点数化、甘みとか味とかツヤとかを点数化して1位に選ばれたお米があるんですけれども、コンテストで優勝したお米を今から杉原さんに連絡して交渉したいと思います。友情出演、あ、すいません、いっちゃうまいコンテストの最終審査員の杉原淳さんでしょうか。そうです。あ、そうですか。コンテストの審査お疲れ様でした。ありがとうございます。まだちょっと1位に輝いたお米を YouTube のプレゼントで5キロを1名様っていうのは協賛していただけ、って言わんといてよ。特別ね。特別、いいんかい特別 OK、ね、入荷次第1名様にプレゼントっていう形でお受けいただいても大丈夫でしょうか。いいとも、いいとも、いただきました。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。 OK です。本当に美味しいお米なんで、去年コンテストで優勝したお米も非常に人気で、もうすぐに杉原さんのことを完売したそうなんで、今年のやっぱりお米とかフルーツもそうなんですけど、年度年度によって気候も違いますし、こう春夏秋冬いろんな条件が整わないと美味しいものができないので、毎年こういろんな産地が1位を取ることがあるんですけれども、ぜひ皆様にも美味しいお米を食べていただけたらなっていうふうに思います。はい、それでは本日の合言葉はこちらです。はい、それでは YouTube のチャンネル登録、高評価、あと拡散も、皆さん前回インスタグラムのストーリーで1万人フォロワーいてはる方が、その方のインスタグラムのストーリーでメロゴールドの剥き方はスワイプアップみたいな感じでやられてたんで、すごい嬉しかったんですけど、そうやってやってくれる方も随時募集しております。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、TikTok、フルーツの購入は自社サイト、ヤフーショッピング、メルカリにてどうぞよろしくお願いいたします。今週もいろいろとおっさんがクッキングをしてますので、どうぞお楽しみに。